はい、AKです。1月31日の金曜日の午後3時です。ガチャの方をやっていきたいと思います。トロフィーランブルですが、現在2349位。特攻カードはこのもらったやつしか今のところありません。でほとんど回復してないですね。鈴木トイチ選手だけフュージョンした形です。はい、鈴木トイチ選手の特攻カードは新しいのの方がグレード低かったんですが、フュージョンさせました。まあ、70ぐらいであればグレード低くても別に使わないので、特攻メインでいきたいと思います。ガチャ1回やります。特攻カードが出てほしい、ね、うん、で全然ないですね。特攻はおまけもらいました。2回目いきましょう。弱いなぁ。トイチ選手来ましたね。またトイチ選手のノーマルね。あっ、来た。上城 OK です。野村直樹選手はいいですね。これはフュージョンできますね。うん、OK でしょう。3回目いけるかな。ちょっとフュージョンしたいと思います。上城選手と野村直樹選手。入手順で見まして、上城選手、グレード80ですね。あ、これか。1枚しかないんだ。手持ち多いんで1回やっちゃいましょう。センスンをここで使いたくありませんね。うわ、いってるね。はい、 B スキルシュートの B、 これ意味ないね。野村直樹選手いいね。大分トリニータへ移籍ですね。大分の10番ですね。どこにいる？この選手ね。この選手の所属チーム見てみましょう。こういるんだよね。お、いいねいいね。ここ以外にもいるかな？いないね。81だったと。9月が81、10月が84。違いはエンジェルミドルシュートとミドルシュートストライカー。あ、スキルは弱くなってるじゃん。 B と C で、まあ、関係ありませんね。ここは行きましょう。84になってます、グレード。じゃあ行っときましょうか。一発じゃレベルは上がりません。じゃあこれ選手、野村選手は、トレーニングをちょっとだけします。ミッドフィールド万能を使っていきましょうか。こんぐらい、ここら辺で調節成功すればですね。しないので、まあ、こんぐらいまで上げて、ミッドフィルダーの入門書消えましたね。はい。でさらに、本間紫苑選手、三宅選手、鈴木トイチ選手、
これフュージョンしましょうか。鈴木と一選手を20カート、うん、よし、1回やっちゃいますよ。東京五輪の代表候補ですかね。代表かな、まあ、こっちでいいです。トイ選手もう1枚くればですね。あとは異なる OS での優勝バモの引き継ぎはできない。大丈夫じゃん、はい、引き継ぎます。 OK、 引き継ぎ設定完了した。でその後は覚えておいてよ。164の146レベル、これで新しい方引き継いだゲームで開始と。いますか。あ、いけましたね。はい、新しい端末からログインしております。4回目ガチャいきましょう。先ほど番も買いましたんで。奇跡をこの一撃にかけて。新しい端末もダメですね。極力重なったような形で登り方は、あ、これ特攻じゃん。特攻違いだこれ。あ、上城いいね。特攻きた。特攻2枚。トレーニング成功。限界を超えた。まさかこれは。終わらせろ。ないね。どうだ。デッキの方は全くですね。フュージョンした人が4人いるね。4人いて、グレードがもう72からか。レベル上げる必要ないな、これ。こっちの方上げてった方がいいね。レベル上げないで重なったら上げる感じでいきましょうかね。じゃあもう一回最後引きましょう。5回目、5回目、まあこれで終わりだな。これでできるところまで走ると。全部赤だね。小林勇気選手、ジュニオル・バホス選手、石原一樹さん、ヘニキか。終わったな。5枚来たから選手をまず処分しましょう。ジュニオル・バホスって85じゃん。フュージョンじゃん。さっき売っちゃったよ。限界を超えた。重要なのこれ。まさかこれは運命のシュートが今。どうだ。5回やるとおまけが5枚と。あ、フュージョン来ましたね。フュージョン要因が。さあ行ったぞ。3枚目のフュージョンが欲しいね。新しいのと引いてほしいけど。加藤大樹選手、あ、フュージョンできます。緊張の期待を込めて。
どうだ。田代選手はフュージョンできません。ガチャをレンチャン全部赤という形で終わりました。ご視聴ありがとうございました。